なりとも揃ったようじゃな。バーダックがミラを引きずり込んだ時の狭間の中での出来事よ。そこで何が起きたのかお前たちにも見せておきたくてのう。俺たちにも？一体何が起きたというんですか？説明するより見てもらった方が早いわ。これよ。何？バーダック！この俺が振りほどけない。こいつの力は。手を出すな。こんな奴にこの俺が。よくも俺をコケにしてくれたな。今回ばかりはサイヤ人の運命もカカロットの運命も関係ねえ。今までの借りを返してやる。サイヤ人の力を舐めるな。覚悟しやがれ。この俺が貴様ごときに。この時の狭間地下は永遠に終わる。ワールドブレッジ果てる運命。それでもまだ俺と戦うというのは何も邪魔されない好都合だ。パワーまで強化したのは失敗だったな。てめえらからいただいたこの力を死ぬばしてやるぜ。何を通してやる。やがれ。いくら強化したとこいつにここまで引き下がれるはずだ。この男戦いの中でどんどんパワーを高めているという。まだまだこれだもんじゃないぞ。スーパーサイヤ人。この得体の知れない力を待っている。貴様を倒し今度こそ俺が最強だと証明してみせる。あのクワという女にか何のために戦ってるのかよ。なんだと。君は確かに君には負ける気がしねえ。
俺の方が上のはず。そんな数字にこだわってきたら、てめえはつまんねえんだよ。やがれ！スリハーソーじゃ。スリ。終わりにしようか。抜け！成果が出てきたな。この調子でどんどん行こうぜ。俺は負けたのか。だな、こんな感情は初めてだな。奴らにあって俺にないもの、それが少し分かった気がする。すごい。まさかバーダックさんがあのミラを倒していたなんて。最後の戦いでミラはトアの命令を無視して自分の限界を超えようとしたって言ってたわよね。この時のバーダックとの戦いがミラの心に何らかの影響を与えたんでしょうね。でもバーダックさんはこの後どうなってしまったんでしょう。ミラが意識を取り戻した時には姿が見えなかったのですが。そう、それなのよ。二人の戦いの最後の瞬間からミラが意識を取り戻すまでの歴史が見られないんじゃ。おそらく超パワーのぶつかり合いによって時の狭間に何らかの異常が発生したんじゃろうな。あなたたちはバーダックがどうなったと思う？確かにあれだけ激しい戦いだったわけですし、時の狭間を突き破っていても不思議じゃありません。だとしたらバーダックさんはどこかの時空へ飛ばされてしまったのかもしれません。ただスーパーサイヤ人3の力は消耗も激しいと聞きます。急激な覚醒に体がついていかずパワーを暴発させて消え去ってしまったのかも。ああ、そうね、どちらもありえるわね。まあもし生きていたらまたどこかで会えるかもしれないし、今後も歴史の調査を進めていきましょう。はい、わかりました。ありがとう、参考になったわ。お疲れ様。